はい、どうもおはようございます。1717181です。今日は、私は、こちら、沼津駅に来ています。はい、ここは静岡県ですね。はい、静岡県沼津市。今朝6時40分で、今朝はね、駅前のネカフェに泊まって今出てきたところなんですけども、今日はね、混雑率実測企画の第25弾ということで、これから東海道線に乗って、東京方面に向かいたいと思います。はい、私はこれまでね、混雑率の上位20路線全部乗ってきたんですけども、この東海道線が最後ですね。はい、混雑率 191% で、第4位でしたかね。まあとにかくめちゃくちゃ混んでる路線のはずなんですけども、まあ、コロナウイルスの影響なんかもあって、まあ、それほどでもないんじゃないかと思われております。で、今日はね、ちょっとこれまでと趣向を変えまして、これまではその、ピークの時間の一番混んでる、ところを狙って乗っていたんですけども、今日はね、まあ、最近行われているらしいというオフピーク通勤がどのぐらい混んでるのかというね、そこをちょっと見ていきたいと思います。で、だいたい、まあ、東京着8時半ぐらいの電車にこれまで乗ってきたんですけども、今日乗る列車は、沼津駅7時ちょうど発で、東京着が9時30分ですね。ということで、まあ、いつもより1時間遅いやつにあえて乗ってみると、で、まあ、ピークを外せばね、普通は空いてるはずなんですけども、ピーク時間に比べると、運転本数自体が少ないんですよね。はい、東海道線の場合は、だいたい、まあ、朝は3、4分に1本ぐらいはあるんですけども、私が乗るやつは、前の列車と8分ぐらい空いてるということで、もしね、1時間ずらす人が多くなってしまうと、まあ、逆に混んじゃうんじゃないかという、そんな感じの列車になります。はい、いや、しかし、ね、沼津まで来てしまいましたね。私も本当はね、ここまで来る予定はなかったんですけども、まあ1時間遅いんだったらもっと遠くからでも来れるんじゃないかとか、あとはどうせ18切符を使うつもりだったんで、だったらもっと遠くでもいいんじゃないかみたいな感じでね、で、ここに来ることになってしまったという、まあもちろん私が来たくて来たわけなんですけども、はい、これは車輪ですかね。1886年に機関区ができたという、これはかなり歴史がありますね。これはちなみに北口には行けるんですかね。まあ、18切符を入場券代わりにして駅構内を通るってこともできるんですけども、まあそんな感じで行きますか。はい、沼津駅はね、JR 東海ということで、まあ、313系とかがいるわけなんですけども、私が乗るのは、まあ、このいつもの E231 という感じですね。はい、まあ、しょうがないんですけども、まあ、本当に乗り慣れたやつですね。で、この列車がね、なんと古賀行きですね。茨城県ですね、古賀はね。これ静岡から茨城に直通するのってこれぐらいですかね。まあもちろん熱海発で、ね、東北本線、宇都宮線の向こうに行くやつとかありますけども、茨城が行き先になっているのは結構なんか新鮮な感じもありますね。あ、そして向こうに止まっているのは373のホームライナー静岡ですね。はい、上の東京ライン宇都宮線直通となっています。
The next station.
ということで終点小金下車しました。はい、沼津からのね、3時間39分、190キロぐらいのロングランなんですけども、乗り通しましたね。で、ここは古河駅は茨城県の駅、茨城県古河市にあるんですけども、まあ、あの茨城県の中ではね、まあ、ちょっと飛び出した部分という感じで、他の地域に住んでる人からするとちょっと行きづらいような場所ですね。でここは、早い時期にね、高架化されてますね。1984年に、立体化事業が完了したと、さっきウィキペディアを見たらね載ってましたね。で、今日の混雑率は、最大で 190% 川崎品川間で、昨日おとといね、私横須賀線南武線に乗ってまして、でそちらのね、あのピーク時の混雑率がまあ全然大したことなかったので、これはむしろラッシュを避けた方が、混んでるんじゃないかとね読んで、今日はわざと1時間遅いこれに乗ってみたんですけども、結果はね 190% ということで、まあ私の予測がある程度当たっていたのかなという感じになりました。これはなかなか面白いデータが取れたんじゃないかと思いますね。はい、では、ここまでですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。